フロリス2世は、ホラント博。なお1101年に正式に、ホラント博の称号が成立する以前は、西フリースラントの伯爵という身分だった。フロリスヒマン博とも呼ばれる。ホラント博ディルク5世の息子として、フラールディンゲンで生まれた。ユトレヒト司教との紛争の末、フロリス2世はこれを、自らの風神として支配下に置くことに成功した。1101年。 ラインラントを征服したフロリス2世はユトレヒト司教からコラント博の称号を与えられた。1108年頃、ロレーヌコティエリー2世の娘ゲルトルートと結婚した。この時、ゲルトルートは教皇からペトロニラの名を与えられた。ペトロニラとフロリス2世の間にはディルク、フロリス、シモンという3人の息子とヘドウィグという一人の娘が生まれた。 フロリス2世は1121年に死去した。息子ディルクがディルク6世としてホラント博を継いだが幼少だったためしばらくペトロニラが摂政となった。後に、次男フロリスデズールテは兄ディルク6世に反旗を翻すこととなる。ありがとうございます。